ガルシアから三原、選手が倒れていますがファウルありません。井上からボール回して西川のスリー、ガルシアには LJ ピックがついています。空いています、ワイドオープンの状況になってガルシアが決めていきました。さあガルシア、右には井上待ってますがガルシアが一人で行く、空いているコーナーのスリー、西川来た。バルーナーズ今日でガルシアがトップの位置にいますが、マッキントシュからスキップパスを入れて西川のスリーが来た。今日も好調です。ここまではチープトップの13得点上げています。ここでスティール出た、ジョーダン・ヘリング、これは大きなポゼッション、キックアウト、ダンクではなくバンクショット。さあ6点差、ヘディングのスリー、今日2本目どうでしょう。ショートします、松本抑える、山本エドワード、ジョーダン・ヘリング続けざまに打ってくる。このキャッチ&シュートが速い、バウンド力はさすが。さあガルシア、野口とのマッチアップですり抜けていった。ガルシアまた乗ってきました、9点差。山本エドワード、ロングスリー打ってきます。この松本健二リオン、ここにはガルシア、自分で行きます、松本ドライブ、見事なプレーです。ボンズ、そして LJ ピーク、井上とのワンオンワン、エンドワン獲得。狩俣にはガルシア、 LJ ピークから野口にパスを入れる、野口バックショット、また逆転。ガルシアからマッキートッシュ、突破していく、ステップ踏んでまた逆転。マッキントッシュ、ギブスがついている、そのマッキントッシュくぐり抜けていく、バンクショット、エンドワンも獲得です。西川、ガルシアと戻して、ガルシアまたスピンムーブ、すり抜けていきます。この辺りは本当にうまい。さあ24秒を使ってというオフェンスになります。ガルシアのスリー来ました、93対86。さあガルシア、バウンズパスを入れてエンドワン獲得。来ない、抑えたのは隅田か、ギブスを抑えてポンプフェイクを入れてスリーポイント、残り 22.7 秒です。ギブスまたオフェンスリバウンド、しかし時間が残り3秒になっている。松本最後のポゼッション、ここはもう攻めない、最後は佐賀が守りきりました。